どうも、ワーキミュージックルームへようこそ、川原太郎です。さて、今回なんですけれども、ニック・ドレイクのピンクムーン特集をお届けしたいと思います。ニック・ドレイクは1972年にリリースした3枚目のオリジナルアルバム、生前最後のアルバムになってしまったわけなんですが、この秋の夜長にぴったりな名盤、たっぷりその魅力をお届けしていきたいと思います。ニック・ドレイクはビルマ生まれのイギリス人ということで、ビルマといえば今でいうミャンマーですね。で、1969年に5 Leaves Left というアルバムでデビューしまして、それから1970年には Brighter Later というアルバムをリリースしたんですが、なかなかあんまりヒットに恵まれず、1万5000枚ぐらいしか売れなかったのかな当時で。ミュージシャンからの評価とかすごく高かったんですけれども、セールスは伸び悩んでしまって、で、いろいろあってニック・ドレイクも結構うつ病とかに悩まされてしまうわけなんですよね。で、結局ライブの途中でね、もう曲の途中で演奏をやめちゃったりとかっていうこともあったりして、で、もうレコード会社からも、ちょっと休みなよってことでスペインで療養してたんですよね。で、そんな中でちょっとニック・ドレイクが抜け出してアルバム撮っちゃおうぜってレコーディングしたのがこのピンク・ムーンというアルバムで、これね、プロデューサーと一緒にレコーディングしてて、よし、じゃあ撮ったから、これこっからどんな楽器つけていこっかっていうプロデューサーに対して、ニック・ドレイクは、いや、もうこれはこのままの素材でいいんだよっていう、本当にアコースティックギターと歌だけ、もうタイトル曲のピンクムーンだけね、唯一ピアノがちょっと入ったりするんですけれども、もう本当に生々しいアコースティックのサウンドにこだわった一枚ということで、本当にね、聞いてもらえばわかるんですけれども、もう何も他の楽器いらないなっていうぐらい、もうギターと歌だけで成り立ってるっていう、その世界観がすごいなと思います。そんなね、名盤の魅力一曲ずつ見ていきたいと思います。まずタイトル曲のピンクムーンという曲ですね。これはもう本当にニック・ドレイクのね、ふくよかな低音ボイスが、響き渡る心地よい曲なんですが、これね、もうギターのチューニングがもうそもそも変速チューニングで、低音から C、G、C、F、C、E っていうね、C、G、C、F、C、E っていう、ちょっと独特なチューニングなんですけれども、これでカポ2で D のキーで、演奏する曲なんですが、だけで成り立っちゃうぐらい綺麗なメロディーですよね。そんなピンクムーンから幕を開けまして、2曲目が Place to Be という曲、これもこの同じチューニングなんですよね。 C、G、C、F、C、E というチューニングでカポ4になるんですけれども、1曲目2曲目でも本当に秋の夜の世界に吸い込まれていくような、綺麗な曲だなと思います。そして3曲目のロードという曲、これもまたね、アコースティックのアルペジオが響き渡る美しい曲なんですが、これもまた変速チューニングですね。 E、A、D、E、B、E っていうね、変なチューニングなんですけれども、これでカポを3にはめると、
感じでね、もうこれギターだけで成り立つような曲なんですよね。これを弾きながら歌うっていうのはちょっとニックはすごいなと思うんですけれども、そんな離れ技をねちょっと僕もできるようになりたいなと思ってるんですが、まだまだ練習中です。そして4曲目の Which Will という曲、これねめちゃくちゃかっこよくて、僕はこのアルバムの中でも1、2を争うぐらい大好きな曲なんですが、これはちょっと難しくてギターが弾けないということでね、まあ、これ本当にねこれを弾きながら歌うっていうのはすごいなと思うんですけれども、まあ、ニック・ドレイクの声って本当にねちょっと低音というか豊かな低音がブレないんですよね。でそんな中でちょっとこの曲は高めの音を出すところもあるんですが、ちょっとそこでかすれる感じとかがすごく色気があってかっこいいなと思います。そして5曲目のホーンという曲、これはギターのインストなんですけれども、まあ、かなりシンプルでね静かな曲なんですが、これはちょっと次の曲へとつながりを、いい意味で期待を持たせるんですよね。で6曲目の Things Behind the Sun という曲、僕多分このアルバムの中で一番この曲が好きですね。めちゃくちゃクールでかっこよくてね、アコースティック1本なんですけれども、ちょっとロックな香りを感じるというか、かっこいい曲です。これはもうレギュラーチューニングで、マイナーなキーから始まるんですよね。マイナーな感じで、かなりボソボソねささやくようにニックの歌声が入ってくるんですけれども、これがね最初こんなマイナーな感じなんですけれど、サビでねかなりメジャーな感じに開けるんですよね。っていう感じでね、このマイナーから急にメジャーになって、ちょっとサビでねふわっと明るくなるような感じがたまらなくかっこいいなと思いますね。そして7曲目 No という曲、これはねもうギターもなんかもう寝そべりながら暇で遊びながら作ったんじゃないかなって感じですね。ギターはずっとこんな感じなんですけど、これにメロディーがつくと、これね聞きながら歌うの難しいんですよね。っていうねこれで途中から歌詞も入ってくるんですけれども、これね簡単そうに見えて地味に難しいんですよね。そしてフリーライドという曲、これもねちょっとさっきの Things Behind the Sun みたいな感じで、ギターのリフとメロディーの絡み方がすごくかっこいい曲ですね。そして最後の1曲は From the Morning という曲で、まあ、これも変速チューニングなんですが、ギターのねローの音をかなり低く落としてて、このアコースティックギターのね低音のいいところっていうのは一番味わえるのはこの曲なんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとねなんかサイモン&ガーファンクルとかボブ・ディランとかにも通じるようなね、まあ、ちょっとフォークの伝統を踏襲したような曲になってるんですけれども、なんか不思議なのがそのニック・ドレイクって、まあ、ニック・ドレイク節じゃないですけれども、まあ、さっきのピンク・ムーンだとか Things Behind the Sun とか、なんか他のねフォークシンガーとは一線を画すというかね、まあ、ちょっと違うところ、まあ、オンリーワンなところがあるんですよね。このアルバムを聞いてニック・ドレイクの魅力にハマった方はぜひね、あのファーストアルバム、セカンドアルバムなんかも、まあ、そこはちょっとねいろんな楽器が入ってたりするんですが、それはそれでまたねニックの声がかっこよく生き生きとしてて、また別の魅力もありますので、気になる方はぜひ聞いてみてください。というわけでニック・ドレイクのピンクムーン特集をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。僕の独断と偏見による20曲プレイリストを概要欄に貼っておりますので、気になる方はぜひ聞いてみてください。それではまたお会いしましょう。 Today I wanna be